ギャラクシーエンジェル2は株式会社ブロッコリーによるキャラクターメディアミックス企画プロジェクト GA の1作品でギャラクシーエンジェルの続編略称はがに。前作と引き続いて小説コミックプレイステーション2用ゲームアニメキャラクターグッズを展開しておりアニメは番組名ギャラクシーエンジェルとして2006年10月から12月にかけて放送された 英雄タクトマイヤーズとムーンエンジェル隊の活躍により、トランスバール広告は敵対種族バルファスクとの戦いに勝利し、銀河の行く末をかけたバルファスクとの戦闘は幕を閉じた。銀河の中心であるエデンを解放したことにより、失われた技術を取り戻した人々は、平行宇宙への移動の術を取り戻し、新世界の家を発見する。そこは独自の魔法技術により、 一定の文明が保持されていた。エデンは、ノイエ復興支援計画を発動し、ノイエとの交流を開始する。エデンを復興したタクトマイヤーズは新たに発見された、ノイエ宇宙との交流を推し進めるため、最新衛戦艦、ルクシオールの艦長となり、ノイエにおける、ロストテクノロジー調査隊司令官に就任。ノイエで紋章器を発見し、それを運用するために、 ルーンエンジェル隊を設立した。新世界ノイエの住人であった少年カズヤ白波は、抽選により、ルーンエンジェル隊に選抜される。物語は、カズヤが、心臓戦艦、ルクシオールに赴任してくる場面より始まる。ベレルの反乱を阻止したタクトマイアーズはノイエをはじめと、する平行宇宙の復興支援をする組織アップへの、設立に尽力し、長官に就任。 ルクシオール艦長職を後輩であるココナッツミルクに譲る。カズヤはルーンエンジェル隊の隊長として正式に任命され、新体制が整う中で環境は目まぐるしく変化し、カズヤたちも嫌をなく日々の忙しさに追われていく。しかし、歪みは確実に蓄積されていた。ノイエの中にあって中心部セルダールに属さない勢力であるアームズ・アライアンス。 急速に復興を見せる世界の中で次なる争いの火種は、春闘を開始していたのである。ノイエの銀河を席巻したアームズアライアンスとの戦いは、アップエとノイエ連合の勝利に集結した。しかし、戦いの中で遥かに強大な技術力を保有する未知の文明、ウィルの存在が明らかになり、各国の緊張は高まっていった。アームズアライアンスの戦いから3ヶ月後、 ウィルとの戦いにより戦死したロゼルを見舞うために、カズヤは最愛の者と彼の墓の前に来ていた。そこで彼の形見であったロケットをカズヤは受け取る。そんな中、カズヤ達ルーニエンジェル隊はエデン解放5周年記念の式典に召喚され、エデンに呼び出される。エデン解放5周年記念式典においてエ l c オールのメンバーは、 かつての制服を手に取り出席。式典において、英雄タクト・マイヤーズは目まぐるしく激動する、情勢において、国際協力を訴え、エデンとかつての敵であったバルファスクとの友好を宣言する。だが、式典の最終日に、ノアからウィルが出現する反応を感知したという知らせを受け、式典を中断した戦いに向かうことになり、 謎の長文明ウィルと世界の命運を左右する最後の戦いが始まる。ギャラクシーエンジェル2のゲームシリーズ1作目。PS2 専用ゲームで2006年6月22日発売。主題歌ギャラクシーエンジェル2のゲームシリーズ2作目。2007年10月18日発売。 無限回廊の鍵というサブタイトルは、絶対領域の扉というサブタイトルと対応づけたものとされ、水野両プロデューサーの了承を受けたものとされる。ブロッコリーの北谷に公明会長の発言によれば、今週ーマー向けゲームとしては三部作となる可能性が高いと思われる。主題歌本作の ED は各章をクリアするごとに流れる。第1章から第7章までは、 夏季の固定の曲が流れるが、第8章はストーリーで選択したヒロインの曲が流れる。またそれとは別に全体のグランドエンディングが存在する。ギャラクシーエンジェル2のゲームシリーズ3作目、2009年3月12日発売。無限回廊の鍵を持っていると、無限回廊の鍵、夏目ルートをプレイできる。また、本編でも夏目が攻略対象として加わっている。 主題歌2006年10月に、テレビ、東京系列で、放送開始。コンプティーク2005年9月号より連載された。ギャラクシーエンジェル2絶対領域の扉で執筆。墓なん。各月監視、コミックデジキャラットボリューム7にプレストーリー掲載、リニューアル創刊された。コミデジボリューム1より、ギャラクシーエンジェル3ド』連載開始。再び、リニューアル新創刊された。 コミデジボリューム1継続2008年5月よりウェブコミック誌フレックスコミブラッドにも掲載。月刊誌女神マガジン2007年1月号よりギャラクシーエンジェル2天使の羽休め連載開始し2009年3月号にて完結した。ギャラクシーエンジェル 2& アイデュエット CD はギャラクシーエンジェルの CD 情報参照。 アニメ版ギャラクシーエンジェルン関連の CD についてはギャラクシーエンジェルン参照ありがとうございます。